キーレオキーレオとは、アメリカのカリフォルニア州で作出された、愛玩用の犬種である。カイレオとも、ペットとしての需要が高いが、おとなしい性格のためセラピードッグにも使用されている。名前の、キーは、チベット語で、犬、レオは、ラテン語でライオンを意味する言葉であり、違った言語を使用することにより、名実ともに多国籍文化の融合を表現している。1949年に、 アメリカの多国籍文化の融合を象徴する犬種を作りたいと願ったブリーダーが、ブラックホワイトのラサープソと純白のマルチーズを掛け合わせたものを元に作出した。愛玩犬としては、ぴったりの性格で、マルチーズよりも細くしなやかなコートを持ち合わせていた。ために人気となり、この犬種独自のショーも開催されていて、そこは、キーレオの飼い主たちの交流の場にもなっている。 交雑犬種の中でも比較的古い方の犬種であり、やはり初めのうちはこの犬種の元となったラサープソとマルチーズの両部リーダーから批判されていたが、時が経つにつれ犬種の質が安定し、少しずつだが彼らにも犬種として認められつつある。キーレオには同じくラサープソとマルチーズの後輩をもとに作出されたラマリーズというライバル犬種が存在する。 キーレオとラマリーズははじめこそいくらか共有の歴史を持つが、すぐにお互いが独立した犬種としてそれぞれ発展した。現在は、時折同一視されることもあるが、それぞれのステータスが異なっているため別の犬種として扱うことができる。なお、ラチーズという犬が存在するが、これは純血種や2種類の純血種を交配した犬ではなく、ラサープソとマルチーズを雑行させた。 雑種犬のことである。アメリカン系ナインハイブリッドクラブでは、この雑光犬と純血犬の後輩から生まれた種の区別をしていないため、ブリーダーから厳しい批判がなされている。豊かでまっすぐなブラックホワイトのシャギーコートを持っている。マズルはチワワほどの中くらいの長さで、目は黒げとしたつぶらな瞳をしている。垂れ耳、背中に背負った薪をも豊かな飾り毛がある。性格は、 愛想がよく、飼い主家族と遊ぶことが大好きである。ただし、ストレスをためやすい面もある。長毛のためカットやクリップを施されることがある。毛は長く伸ばすと、マルチーズにシルエットが似るが、カットの仕方は様々である。アメリカで、キーレオのカットとして最も多いのは、シーズーのようなカットである。この他にもライオンカットやテディベアカットなどを施される、場合がある。ありがとうございます。